にちは、こそば。はい、今日は、なんか久しぶりに、携帯のフォルダをこう久しぶりに遡って見てたら、メンズ時代の頃の写真が出てきて、懐かしいなと思って、みんなに動画であんまりこう見せたことなかったなと思って、その過去の写真というか、その当時の私の写真というか、その当時のうちを見せたことがあんまなかったから、ちょっと遡ってこうじゃねえかっていう。今こんな見た目なんだけど、当時のメンズ時代を遡っていこう企画イエイエイということで、今日は珍しくベレー帽をかぶってまーす。にょにょって感じなんですけど、さ、うちのさ、メンズ時代知らない子多分たくさんいると思うのね。知らない子がほとんどかもしれないって言っても過言ではないくらいなんだけど、どうなんだろう。でも YouTube 始めた時ってもう男の子だったから普通に可愛い系男子的な感じだったんだけど、まず結構違うかもしれないからまあ早速見せていきたいと思います。遡っていきたいと思います。まずこれは今うちが携帯の中にある中で結構一番若いかな。これ何歳かわかんないんだけど、これはめちゃくちゃ幼少期、多分幼稚園入ってないのかな、入ってるかなぐらい、こんな感じだった。じゃん。てかさ、あんま変わんなくない、こうやって見ると。じゃあポーズがね、さ、ポーズ可愛すぎなんだけど、なんかうちこの時からアイドルかも。何このポーズ可愛すぎない、こんなポーズしてる。ちょっと上目遣いで、え、変わんない気がするんだけどこれがまずめちゃくちゃちっちゃい頃ですね。この時は結構髪の毛がマッシュっぽかった。マッシュとかキノコみたいなキノコちゃんでしたね。で、これも幼稚園の頃の写真がありました。クリスマスの時サンタさんになってるやつです。かわいい。てかね、この時からぬいぐるみが大好きで、このぬいぐるみまだ実家にあるのかな、めっちゃ覚えてる。このサンタさんのこのぬいぐるみが大好きだったんだけど、うちいつもどこに行くにしろ、車でお出かけするにしろ、ずっとうさぎのぬいぐるみをずっと持ち歩いてたの。本当に大好きで、もペットのかのようにずっとモフモフの誕生日プレゼントでもらったうさぎのぬいぐるみをずっと大事に持ってて、マジでずっと持ってたから、もうそろそろそれをずっと持つのやめなって言われて怒られて、泣く泣くマジで持ち運ぶのやめた記憶がある超覚えてるうちね、ぬいぐるみめっちゃ好きなんですよ、子供の頃から。だから家にめちゃくちゃぬいぐるみがありましたね。小学校とか中学校がね、なかなか写真この携帯になくて、多分家帰ればもしかしたらあるかもなんですけど、小学生の時とかは身長を伸ばすためにバスケやってたんだけど、身長が137センチだった中1で、中学1年生身長が137センチというめちゃくちゃちっちゃい、クラスでも一番前、女の子と比べても一番前で超ちっちゃかったの。それが原因でなんかいじめられたりとかもしたことがあって、女の先輩に。で、その女の先輩がね、175とかあった人なの。バレー部の女の先輩でめちゃくちゃ身長高くて、その先輩にチビチビっていじめられてましたくらいめちゃくちゃちっちゃくて、ちっちゃいのがコンプレックスで、もう先輩の前とかもう廊下とか歩くたびに背伸びしながら歩いてた記憶がある。で、その時男の子だったからなおさら気にしてたんだよね。で、高一ですね。もう高一の時とかは男の子のイケメンになりたくって、かっこよくなりたいと思ってたから、かっこいい風になろうとしてました。まずこれがやばいよねこれ高校1年生です。やばい。そう、うちの高校ブレザーだったの。こんな感じでしたね。前髪もちょっと上げちゃったりとかしたりとか、ちょっとかっこいい風になりたくてやってた時。これは、あ、待って、幼稚園の写真まだあった。ありました。これも幼稚園の時。これね、多分お菓子のね、家みたいなの作ってるんだけど、うち女の子とこの時からずっと一緒にいたから、おままごととか参戦してたのよ。この隣の子も女の子ですね、二人とも。女の子とばっか遊んでましたね、こういうことをして。ままごとめっちゃやってた。で、これも高一だね。これは、この服とかだってさ、多分自分のバイト代で買ったやつな気がする、多分。しかもマルキューとかにあるような、静岡だったんだけど、静岡にマルキューあって、そのマルキューで買った記憶があります、これは。なんか、バリバリ、ウェーみたいな感じのとこで買った気がする。懐かしいんだけど。で、これも、高一ですね。これも高一。ちょっと持っててた時があって、高校とかさ、タチューの子たちがこう、いろんなタチューからこう集まれちゃう。なんかその時に、なんか、クラスに、うちのことをこう見に来る女子とかが、最初いたくらい、まあちょっと可愛かったですね、高校1生の時は頑張ってかっこよくなろうとしてたけど、ちょっと可愛い、聞く可愛いに寄っちゃってたみたいな。
これとかも、もうね、かっこよくなりたすぎて、ギャル男に憧れてた時ですね。誰みたいな感じなんだけど、さすがに誰みたいな。そっから、ちょっと、高校2年生とかになって、ちょっと可愛い系になってきた時かな。17歳とかかな。ここら辺ですね。これとか。うん、これとかだってもうさ、王子様、なんか、もう学園物語の絶対主人公にいそうな、白王子的な感じじゃない？これとか、これとかも。で、うちが、初めて、女装しっかりしたのが、17歳の時だと思うんだけど、確か17か、17歳か。多分17歳の時なんだけど、ありました。うちが初めて女装した時。これハロウィンなんだけど、なんかメイドの格好をしたの。うわぁ、こん時、まあでもちょっと全然男の子感あるね。あ、こんな感じ。こんな感じ。え、でも可愛い。この時はウィッグして、ピンクのウィッグでなんか血のメイドさんみたいな感じだったんだけど、めちゃくちゃ渋谷行ったんだけど、めっちゃナンパされましたね。だからこの時に初めて、あ、女の子ってこんな気持ちなんやっていうのをマジで実感した日でもあった。ナンパされたりしたからめっちゃ。これが初めての女装かもしれない。で、あとはこんな感じとか、ここら辺の当時で言うとこんな感じとか、これ浴衣着てるやつ。金髪？茶髪とか金髪でこんな感じでしたね。で、これはこの時は高2かな？高2か高3なんだけど、この時はサロモンをやってました。サロンモデルっていうやつをやらせていただいてた時の写真ですね。同一人物に見えなくない？これとかも。これ結構最近。これはメンズアイドルの時です。これもメンズアイドル。ピンク髪の時。これもサロンモデルですね。これも、めっちゃ若いこれ。スノーが流行ってた時だから、多分うちが18、19とかかな。18とかかな。このスノーめっちゃ流行ってたよね、ネズミの。これマジ漏れるの。この時もピンク髪だね。この後にアイドルになってるから、そうだね、アイドルになってってますね。で、これがアイドルの時の、公演の時に女装したやつですね。この時まだ YouTube やってないからね。やばくない？超懐かしいんだけどみたいな。で、そっからアイドルも卒業して髪の毛も伸ばし始めていく。ここら辺ですね。こんな感じになっていきます。これびっくりしてなくて、こっからどんどん髪伸びて、その1、2年後くらいがこうなりました。やばい、振り返るのなんか楽しいね。やばくない？こんな感じだったんですよ、私。すごいでしょ。まあ、簡単に見せるとこんな感じ。今までの、こうなるまでの男の子時代はこんな感じです。まあ、でももともと、正直、男の子の時も、もう可愛い可愛いってずっと言われてたのね。学生の時代から、女の子って間違われるくらいだったから、もともと多分可愛い顔ではあったんだと思います。自分で言うのは楽しみなんだけど。で、なんかダンスの動画もあったから、ちょっとだけ見せるね。こんな感じで、ダンスも頑張ってました。まあ、こんだけもでも楽しかったけど、でも今の方が断然生きてて楽しいし、生きてる心地あるというか、今の方がすごい楽しいです、人生は。だからうちはこうなって後悔してないし、なんかむしろこうなってよかったなというか、今が楽しい。今が楽しいです。イェイ。はい、ということで、今回はこんな感じでメインズ時代、男の子時代を遡ってみました。みんなも多分ね、思い出とか、こう、久々にこう見た時に、あ、懐かしいとかってなると思うから、たまには、こんな過去もあったなっていう、遡ってみてはいかがでしょうか。思い出したくないこととかも、もちろん人によってはあると思うけど、そういうのは、マジで無理に思い出さなくても本当にいいと思うから、なんかいい思い出だけ、遡ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また見てねー。バイバイ。